もうね、日本の中で人を立てるというよりも、うん、やっぱ世界を経験した中の人にやってほしい、うん、でも野球好きだし、日本の野球もね、見てくれてるし、気になってくれてるし、だからそこを目指してほしいんだよ、うん、日本球界を多分本当にずっのファンなんですよ、僕ずっと。そうでしょ。そう、プロ野球がずっと好きでやっぱりだったんで、うん、プロ野球選手にやっぱ結構いろいろ言うのもこうね、コーチの人たちの立場からすると結構苦しいこと言いますけど、やっぱり球界を良くしたいんで、そりゃそうだよね、球で日本の野球のレベルを上げて、うん、メジャーと渡り合えるっていうところはやっぱり一番自分は思ってるので、うん、ファン目線の結構言葉というか僕は、うん、そうですね、そこがやっぱり一番僕としては大事なところで。どう？ファンじゃなくて約束してくれる。というか、まあでもそういうことを考えたことほんなかったので、自分もやっぱりこうやっぱ家族のこともそうですし、いろんなことに追われて、まあ、ちょっとふとこう未来のことを考えた時に、俺引退したら何すんねやろうって結構こう悩むじゃないですけど、あるんですよそういうの結構。だそうやって言われて、それをちょっと目標にしようと思いました。いや俺絶対ね、あなたが目指したら成し遂げると思うんだよ。誰も反対しないと思うよ。だから監督は別問題としても、最終的にはコミッショナーに座ってほしいなっていうのは俺は思う。その引退した後には結局その目標がないことがやっぱり怖いんですよ、ね、多分ね。それがやっぱり自分ずっと目標なんかあって、いろいろそこから改善して何が必要かって考えるの好きなのに、終わった後すごいこう、もちろん家族との時間あるけど、こう自分の中でこう男としてっていうところでこう張りがあるのかなっていうところは結構あったんですけど、うん、そうやって言ってもらえるとやっぱり、じゃあこれも必要かな、こういうことも勉強必要かなとかいろいろ考えられるんで、ちょっとありがとうございます。いや監督やったらやっぱり球界全体のことも分かってくるだろうし、うん、そうですね、そうなってくるとやっぱコミッショナーという立場に立って改善点っていうのは必ず見えてくるから、うん、監督やると、うん、だからそこまで俺は上り詰めてほしい男だし、うん、期待をしてるんだよね。英語まず頑張ります。英語もう喋れないとあれなんで、まあまあそれはそうだ、ね、それすごい、でも本当にモチベーションになるんで英語を勉強する。まあそりゃそうだね。コミッショナーって日本のコミッショナーやった。もちろん言ってたんですよね。日本のでもさっきなんかメジャーの監督、うん、それは監督やそれがさっき、いややっぱりここを経験して説得力があるから、うん、絶対に、うん、日本の監督やってなるっていうのはあるかもわかんないけど、うん、やっぱ世界を股にかけた人が両方見え方っていうのは一緒にして、うん、しなきゃいけない、はい、だから野球界って面白いのはさ、いまだにボールが国によって違う、はい、 それもおかしいでしょ、うん、サッカーって一緒なんですか。サッカーは全部一緒。 FIFA がこのボールを今年これ使うって言ったら、うん、全世界がそれ。大会によっては別のボールを使うかもわかんないけど、基本的にはそれを全部使う。野球界はなんでそれができないんですか。まあそれは私利私欲ですよね、まあ、利益メジャーだと本当そうなんで、まあそうだね、多分、はい、だからやっぱそういうこともやっぱね、もう変えていかなきゃいけない、うん、だからまあそういうところを考えると、もうあなたしかいないのよと思うよ俺。ですか。だいる誰かいやそんなに野球のことを考えて、日本の野球にもリスペクトしてね、ファン目線で別に敵作るわけじゃないけど、やっぱり良くなってほしいと思うから言ってるわけじゃない、うん、でそういう人いる。みんなオブラートに言葉で、ね、包んで何を言いたいのかって最終的には分かんないみたいな、そうじゃないじゃない、はい、やっぱ言葉にもキレがあるじゃない、ボールにキレが、はい、可動域があるように、はいはいはい、まさに。いやだから俺はなんかね、うん、約束しようじゃん。何ですか。いや終わったら監督を目指す引退したら、はい、もし WBC の監督オファーがあったら受ける。受けるんですか。それは決まりですオファーがあったら受けるっていうのが、いや受けてほしいなと思うね。絶対ないですよオファー。世界と戦うんだったらないと思ってるから、うん、それしか、うん、それ岩田も一生懸命やってるよ。でも岩田の契約を見るとやっぱ最終的な WBC という契約まではまだ至ってないわけだから、うん、はい、まあ、誰かを考えてるのかなと思ったら、俺はもう盛んに YouTube で推薦する意向だしでやっぱそれが経験したら、やっぱこうメジャーの監督をね、うん、日本で初めてやってほしいんだよね、うん、それでコミッション、うん、まあ、約束をしてくれたら、まあ、こう
やっと日本に帰れるという、うん、やっと日本に帰ってきた。でもそのぐらいのことをこう考えてほしいなっていうふうに思ってますよ、ね、思います、期待してます、はい、まあ、長々とまた出ていただきましたけど、はい、いやいや全然大丈夫ですか、ね、こんなもんで、こんなもん、いやあるよ、何か、あのね、やっぱりあの何をね、例えば勉強したらね、はい、いいのかっていう、うん、まあ例えば簡単に言えば本を読めとか、うん、まあ、いろんなことがあるじゃない、はい、まあ、そうじゃなくてこういうことこういうことこういうことみたいなのがあればちょっと教えてほしいんだよね。まあでもとりあえず一回でも、まあ、皆さんこっちに来て、まあ、アメリカでどういう指導が行われているのかっていうのを、まあ、分からない分野でどこから手をつけていいか分からないじゃないですか、どんな、まあ、あのお金のこととかもなんかいろんなことありますけど、だからまず一回来てみて、まあ、どういう指導が行われている、それでどういう成果が得られているかっていうのを目で見て、そこからじゃあ自分何を勉強しなあかんだろう、この人のこれ言ってることどういうことなんやろうとか、そこからは自分の足りないこと、足りないこと見えてくるじゃないですか。でやっぱり今、まあ、通訳の方とか例えばちょっとつけるとか、また今やったらこうちょっと翻訳機とかもあるんで、そういうのでどうにかなっちゃうんで、うん、で例えばこうなんていうのかな、まあ、そういう本というか、まあ、そう Kindle 的なああいう電子書籍とかで、ね、この文も読めないっていうんであれば、今だと AI とかも発達しますし、それで翻訳とかも簡単にできるんで、こう本当に姿勢だと思いますね。それでどんどん見えてくる世界が変わってくると思います。でも今やっぱりいろんな SNS とか見てても、若いコーチの方増えてきて、僕よりも年上ですけど、その方たちやっぱり現役の時にやっぱ SNS 使ってそのままコーチになってるんで、やっぱり今結構このコーチの人たちの私生活も結構見えるじゃないですか、うん、だから結構距離が近いんですよね。そこはすごくいいとこだなと思ってるんで、距離が近い方がいい、まあ、あの僕はそのなんていうのかな、まあ、距離近くてプラスそこにやっぱコーチ側の知識とかがあればもっと良くなると思いますけど、うん、今はそういう意味でこう変に選ぶったりするのがちょっとこうパワハラとかもダメになってきているので、そこの部分ではすごく整備されてきているっていうところがあるとは思うので、まあそのいい方向には絶対行ってると思いますけど、あのメジャーのコーチを見てると無駄なことしないんだよね、うん、で選手がいいところを伸ばすっていうことはもう当然なことなんだけども、一流の選手たちって自分の欠点分かってて、そういう練習をしつこくしつこくやるよね、うん、それにこうコーチが合わせてるという、うん、なんかねすごくいい関係性でコーチを使って利用してるっていうような言い方かな、うん、だからそれがすごく見えて、日本だとある種強制でノックをするけども、でもこっちの人たちはバックハンドがちょっと苦手だからみたいな、うん、そういうことが練習を見ててはっきり分かるというかさ、うん、だから素敵だなと思うんだよね、うん、そのでもやっぱり選手もやっぱコーチの人、ストレングスコーチとか、まあ、いろんなコーチがいるけど、一人一人やっぱ信頼すごくしてるんですね。やっぱりここはやっぱりいろんなミーティングとかも、このパドレス、まあ、どこの球団もそうだと思うんですけど、やっぱりこうモーションキャプチャーとかただ投げると自分の体がどうなってるかとかって全部記録されるんですよ。でそれが前回のブルペンに比べて、この選手のこのじゃあ右の、すねの角度がちょっとこの前よりか立ってたから、その前の移動が遅いとか、じゃあこれはなんでなんだ、コンディショニングコーチこれ最近何やってたの、じゃあ最近こうこうこうでこうなってたからこうなってるかもしれん、じゃあ改善点どうするん、じゃあ他いろんなコーチ使ってこの一人の選手見るんで、理解度がやっぱ高いんで、だ選手もそれ分かってるから説明してくれるんで、あ分かった、じゃあ前回の部分こうやったから次は俺はこれをしなきゃいけない、そのためにはグラウンドで何をする、トレーニングルームで何をする、ウェイトルームで何をするかっていうのをちゃんとこうやってるっていう感覚がありますね。だから全部数値がつながってるっていうことだよね、はい、そうですね何するにしても、はい、日本の場合はちょっと話を聞いたところによると、うん、ファームの話なんだけど、はい、やっぱこのボールの角度とか回転数ばっかりあれして、はい、なぜダメなのかっていうのが、はい、いやもうちょっと2センチぐらい右だとか、うん、左だとか言われるらしいんだよね、うん、だからそれ結局投げられなくなるらしいんだけど、うん、それはトレーニングで2センチ持ってくるにはどうしたらいいかというトレーニングの方法ってあるわけでしょ、うん、トレーニングもそうですし、まあ、それがこっちにずれてる理由がどっかの可動域が硬くなってるとか、どっかが緩くなってるからそうなってる、だ単純に手がいつもよりここにあるんじゃなくて他の部分がそこを招くので、その原因は何なのかっていうのを考えるのはこっちの考えですね。だから今もやっぱり変にこう今ラプソードとかそういうああいうデータのやつが入ってきてるんで、コーチたちもそれをやっぱり俺は知ってるってこと多分言いたいじゃないですか、うん、だからとにかく分かりやすい回転数、回転のその軸、
回転効率ってところばっかり見ると思うんですけど、必ずしもそれが全てではないので、他にたくさんいろんなこと見なきゃいけないことあるので、それはやっぱり理解していくっていうことが大事ですね。だからみんなが理解してなくて、その数値を出してる人と、うん、その選手だけしかわからない、はい、だからトレーニングコーチがそういうのがどこが硬くなってるか全くわからないんだよ、うん、だから数値がつながらないんだよね、うん、コーチやっぱり権力がまだやっぱ強いっていうのはありますよね、うん、ストレングスコーチはじゃあ下コーチはここ監督ここってあると、あ、こっちが考えてるメニューとかもここで押しつぶされるっていうのは結構まだあると思うので聞いてますけど、うんうん、だそういうことじゃなくて、やっぱりこの監督コーチ、ストレングスコーチ、トレーナー、まあ、みんなが同じこのレベルで、みんなでこの選手を輝かせるためには何をするのがベストっていうのを一緒に考えないといけないんですね。そこにじゃあ俺は、ね、こういう経験があるから、俺は誰々だからそういうことしないとか、それはもう本当にその新聞のところで見ましたけど、やっぱ怠慢なので、やっぱり選手のことを一番に考えて輝かせてあげるっていうのはコーチとかの役目だと思うので、そこに自分の市場が入ってきてしまうと変な方向に行っちゃうなっていうふうに思います。なんか選手だけど選手に優しい言葉だよね。いやもうやっぱり一番選手絶対ファーストなんで、もちろんコーチの方もやっぱり生活もあってご家族もあってっていうのは分かりますけど、選手がやっぱり野球を動かしてるんで、やっぱり一番人生で輝いてる時じゃないですか、うん、年取ってくるとやっぱりそういうこともできなくなってきますし、輝ける時に一番輝けるようにしてあげるっていうのはその周りの人たちの役目だと思うんで、本当優しいね、あなた。いや、まあそれが本当に優しいし、うん、僕は野球知らないっていうのは認めるところは潔く認めるし、うん、なんかちっちゃなプライドで生きてないね。ありますよ、いろいろ、それちっちゃい。いや、それはあるかもわからないけどさ。でもなんかやっぱ素敵だね。まあ、でもやっぱり自分見ててやっぱり苦しんでる選手いっぱい見てきてるので、うん、特に自分の1年目とかだと、もっと今よりパワハラとかそういうのあったと思う、潰れてる選手いっぱいいますし、そこでずっと違和感を持ってたので、はい、いやだから、まあ、あなたみたいな人が監督になりコミュニケーションになったら、まあまあ、やっぱ世界が変わってくるんじゃないかなっていうような気がするね。豊さんもじゃあヘッドコーチでメジャーの、いや、呼んでくれたらもうよもよもでもこうやって行くから。いや本当に、いや本当本当、もう本当助けてくれたら本当もう命張ってサポートしますよ。ありがとうございます。いや本当本当ね、だからもうまだまだね、あの引退はしないと思うけども、目標ね、それを持って頑張ってください、はい、もう本当にね、アメリカに来た甲斐がありました。本当ですか。はい、もう本当になんかすっきりしました。ありがとうございます。また来ます。はい、はい、嬉しかったです、はい、次サンディエゴで。サンディエゴね、本当ね、はい、いや本当に行きたいと思って。サンディエゴって言わなかったですか、前の。アメリカに来てくださいって言いました。アメリカです。アメリカって言ってました、うん、サンディエゴじゃなかったですか。はい、ではサンディエゴで。サンディエゴ、サンディエゴで。自宅のトレーニング場もちょっと見てみたいし、ああ、ね、ご夫婦でやられてたの、ああ、あの動画で見ました。ああ、うん、あのじゃあ今度また再会は、はい、あのサンディエゴということで、はい、ね、お待ちしてます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。